ロングブレスの呼吸法をご紹介いたします。ロングブレスは強い呼吸、長い呼吸でインナーマッスルを収縮させて体脂肪、内臓脂肪を落とし、健康で美しい体を作ります。カリはロングブレスの呼吸法で腰痛を治しました。それでは呼吸法です。いいですか？一番大切なのは呼吸法の強さですが、フォームも大事です。よく見てください。このお尻ですね、お尻にエクボを作ります。一回こういう風につま先立ちになってお尻をギューッと締めます。そして体を落とします。後ろの足に 90% 体重をかけます。この前足のラインがまっすぐ、上体をまっすぐ、絶対こう反らないでください。反ると腰痛の人はもっと腰が痛くなります。まっすぐです。そして吐くときに前のめりにもならない、後ろにも行かない、まっすぐなままそのまま、そのままのフォームでやってください。そして3秒で吸って7秒で吐きます。この足がどうしてこうクロスしてるのか、お尻を締めたいからです。いいですか？それでは行きます。3秒で吸って7秒で吐きます。7秒で吐くときに7秒均等じゃなくて、最初の3秒か4秒か思いっきりドゥーンと吐いてしまってください。そして7秒そのまま吐き続けてください。呼吸の強さが一番大切です。インナーマッスルの奥まで届かせます。いいですか？いきますよ。ドゥーン。ラスト。ドゥッ。